はいどうも、翔平 TV です。本日はね、狭山市連盟の大会がありまして、先ほど終わったんですけど、うちのチームのファーストを守っている佐藤選手という方がね、ファーストミットをオーダーしたらしいんですよ。でそのファーストミットを今回ちょっと借りましたので、そちらを紹介していきたいなと思います。まず袋がこういう感じですね。水のプロのオーダーをしたそうです。グローブを紹介します。はい、こちらです。はい、ほい。水のプロのファーストミットです。はい、でこちらのファーストミットなんですけども、お話を聞いたんです。動画出演はね、恥ずかしくてちょっとできないってことで、話を聞いてきました。これをね、オーダーするにあたって、まあ普通のファーストミットより1センチぐらい短くしたということで、ちょっとちっちゃめのファーストミットとなっております。ちっちゃいですけど、カラーがブルーと濃いめの赤ですかね、エンジ色っていうんですかね、エンジ色と紐が黄色で、中が赤ですね。ウェブと内側の、面がちょっと色違うんですけど、それもちょっといいのかなと思います。でここに水のプロオーダーというふうに書いております。はい、でこの中もね、はい、こんな感じです。ふわふわものが色がついてるしね、しっかりこう刺繍も入ってます。これだいたいお値段が4万5000円ぐらいだそうで、だいたい2ヶ月ぐらいで、水のプロのオーダーはできたそうです。はめていいかちょっと聞いてないんで、はめはしてないんですけども、まあ、1月の中旬ぐらいに注文をして、3月中旬ぐらいに届いたらしいんですけど、本当に来たばっかでまだまだ硬い状態なんですけども、触り心地も素晴らしくて、さすが水のプロだなと思いました。この表側もね、水のプロメジャークオリティオーダーと書いております。このね、やっぱ水のプロはやっぱりこのブルーがかっこいいんですよね。いい色をしています。僕もちょっとオーダーしたくなっちゃいますね。本当に素晴らしいです。はい、皆さんもグローブオーダーしたことありますでしょうか。僕はまあオーダーはしたことないんでわかんないんですけど、自分の好みのグローブをねオーダーして、ね、好きなグローブでプレーをするのもいいのかなというふうに思います。はい、ということで今回は水のプロのグローブを紹介させてもらいました。ぜひとも水のプロ気になったなって思った人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。今後ともエクスプレスの方よろしくお願いします。それではありがとうございました。